んお集まりいただきましてありがとうございます。今日ほどですね、この年齢差のある聴衆って初めて見ました。まあ7つとか8つぐらいの方もいらっしゃるように思うんですけども、まあ、その10倍以上の方もいらっしゃるんですけどどうもこの誰に話をしていいか分からないところですよね。まあ勉強って何っていう話を、まあ80歳の方にするのもどうかなと思ったりですね、憲法って何っていうのを70の方に話すのもどうかなっていう気がしたりしてですね、まあ、はっきり言ってこのタイトルは無茶ぶりだと私は思います。まあなんとかします。さて勉強って何、まあ前の方にお子さんがいらっしゃいますね。小学校や中学校、高等学校へ行って勉強してると思うんですけど、お家でもいろんな本を読んだり宿題したり、テレビを見たりするのがあって、あるいはネットを見たりするのがあって勉強です。お父さんやお母さんや大人の人と話し合うのもそれも勉強だし、ここへ来てなんかわかんないけど文部科学省を辞めたっていうおじさんの話聞くっていうのも、まあひょっとしたらいい勉強になるかもしれません。じゃあ勉強って何のためにあるのか、勉強する動物は人間だけです。まあ犬とか猫とか牛とか馬とか、お母さんのお腹から出てきて生まれて学校行くかっていうと学校行かないんです。どっかで何かまとめて勉強する時間もあるかっていうとないです。もう生まれた時からもう動き始めて、で、自分でおっぱい飲んだり餌を食べたりしながら大きくなっていっちゃう。勉強するっていうことはしません。勉強する動物は人間だけ。まあこの人間は勉強しないと人間になれない。人間はほっとくと、ちょっと勉強しないでほっとくと人間になれないんですね。本当の人間らしい人間っていうのは勉強してからやっとなれる。だから人間らしい人間として、特にこの幸せに生きていけるためには勉強が必要。勉強しないと幸せに生きていけない。逆に言うと勉強しないと不幸せになる可能性がある。勉強しないとこの悪い人が騙しにした時に騙されちゃう。世の中はいい人ばかりではありません。騙そうとする人もいます。でそういう人に騙されちゃう。でそういう意味で勉強しないと幸せになれない。勉強しないと不幸せになっちゃう。そういう幸せのために勉強が必要だっていう、これは確実に言えることだと思います。人間が人間らしく幸せに生きるためには勉強しないと幸せに生きられない。で世の中で一番大事なことは一人一人の人間が幸せに生きていくっていうことです。それ以上に大事なことってない。一人一人の幸せ、みんなの幸せ、それ以上に大事なことってないです。それを犠牲にして、それを幸せを台無しにしてまで何かしなければならない別の何か大事なものってあるかというと、そんなものない。一人一人の幸せが一番大事で、そういうその一番大事なものを守ったり育てたりするために、学ぶっていうこと、勉強するっていう、学ぶっていうこと、あの人もあれ学ぶっていう学ぶっていう、学ぶが大事っていうということなんですね。私は今、自主夜間中学というところでボランティアスタッフをしています。自主夜間中学っていうのは何かっていうと、大人のためのフリースクール、大人が集まってきて自分たちが勉強したいことを勉強する、勉強、小さい時に勉強できなかったことを今からでもいいから勉強したいと言って勉強する。小学校で習う漢字、例えば青とか赤とか白とか、東とか西とか北とか南とか、そういう感じ、そういう感じで小学校で勉強しますね。でそういう感じを今勉強しているおじいさんがいます。
私はその人と一緒に漢字の書き方を勉強しています。ここは止めるんですよとか、ここは跳ねるんですよとか、ここは払うんですよとかね、そういうことを一緒に勉強しながら、この書き順はこうですよとか、この前飛ぶっていう字の書き順はって言われて、うんってことね、困った。飛ぶっていう字の書き順はこれはなかなか難しいんです。おそらくここにいる大人の中でも半分ぐらいは間違います。難しいのは縦の棒をどこで書くか。この私が言っているのはこの自治会中学というのは大人のフリースクールで、小さい時に学校に行けなかった人です。小学校中学校に行くはずの、ね、年の時に、学校に行けなかった人、そういう人が来てます。で、この私が一緒に勉強していたおじいさんは、その私が中学に来るまでは鉛筆を持ったことがない、もう70年以上生きてきたのに鉛筆を持ったことがないっていう人がこの日本の中にいるんですね。でその人は鉛筆を初めて持って初めて字を書いて、その文字が読めるようになって、それまで文字が読めなかったから読むことも書くこともできなかった、だからいろいろな例えば銀行へ行ったり郵便局へ行ったり、病院へ行ったり、市役所へ行ったり、そういう時にも自分の顔、名前を書くことができない、自分の住所も書くことができない、字を知らないから、それでものすごく困ってきたわけです。誰かに、必ず誰かに代わりに書いてもらわなきゃいけない、そういう人生を70年以上送ってきた人なんですよね。で、初めて字を覚えた。そうするともう世の中がバーッと開けてくる。街の中でいろんな文字が書いてある看板がある。その看板が今まで全部読めなかったんですからね。例えば日本人の人たちが、そうですね、どこ行きましょうか、トルコ行ったんですよね。トルコに行ってトルコ語で全部看板が書いてある。そうすると読めないですよね。この何屋さんだか分かんないし、そこで何買っていいんだか分かんないし、何も分かんない。そのトルコ語で書いてあったら、それと同じことですよ。日本で暮らしてるんだけど、日本語で書いてある看板も本も雑誌も何も読めない。テレビに出てくるのも音で聞くことはできる。映像を見て、話してることは分かるけど、そこに出てくる文字は分からない。でこの方は文字を覚えて、漢字も小学校低学年ぐらいの漢字がだいぶ書けるようになって、で テレビを見ていて下に出てくる字が読めるようになったって、ね、ものすごく喜んでました。そうやって人が幸せになるために、それから不幸せにならないようにするために学ぶっていうことはどうしても必要なことなんですけど、学校にいる間はね、よくわからないですよ。何のために勉強しなきゃいけないのかっていうのは。で普通は何のためかなって思うと、次のテストのため。で先生もね、それを知ってるからね、これテストに出るよとかって言うわけですよね。これテストに出ないよとは言わないですね。出ないよって言っちゃうと勉強したくなっちゃうかもしれないから、でもテストに出るから勉強するんですかね、本当に。テストは何のためにあるんでしょうね。私も小さい時はなんかテストのために勉強してたような気がします。小学生の時だけじゃなくて、中学生の時も高校生の時も大学生の時もそうだったかもしれないけど、テストがあるからしょうがないから勉強する。それもね、テストがないと誰も勉強しなくなるっていう問題はあると思うんですよ。だからやっぱり学校にしてみると、テストをすることで、勉強したくない子どもたちに少しでも勉強させてあげようと。良薬は口に苦しって言葉があってですね、体にいい薬は口に入れると苦くて嫌な思いがする。嫌なものでもそれをこの体の中に入れることで体は健康になるんだと、そういう言葉があります。で勉強はそういう部分があることは確か。
勉強するの面倒くさくて嫌だけど、それを勉強してこの頭の中に入れていくことによって、体というよりも頭が健康になっていく、賢くなっていく、将来の幸せにつながっていく。本当はあなたのためなんだけど、あなたは嫌がってるかもしれないけど、本当はあなたのためなんだよって、そういうね、そういう勉強っていうのはそういう、それだけじゃないんですよ。そういう部分はあります。勉強の勉っていう字は勤むっていう字ですよね。だからこれ使えるのかな、使える勉ってこうやってこれ勤める、この言葉、この大体勉強って言葉はね、こういうきつい言葉、文字でできてるんですよ。この勤めるっていうのは嫌だけども ちゃんとやるっていうんですよ。強いるっていうのは嫌なことをやらせるっていうんですよ。要するにどっちも嫌なことをするっていう意味なんだけどね。関西行くと勉強しますとかっていう言葉があるんです。これお安くしときますとかって言ってですね、これ300円ですけども、今日は200円でええわとかって言って、ね、そしたらこっちのおばあちゃんがですね、もっと勉強せんかいとかって言って、ね、これ、わかりました、180円でどうでしたろうみたいなって言ってですね、勉強するっていうのは負けるっていうんです。おまけを、値段を下げる。売る方にとっては嫌なことなんですよね。売る方にとっては嫌なことをするのを勉強する。だから嫌なことをすることが勉強だと。勉強っていう言葉よりも、やっぱり私は清水さんの名前の方がいいと思います。清水さんの名前、あの人の名前、学ぶ、学ぶっていうことは、もう一つこういう言葉がいいですね。これは問うってこれ質問の本、質問がありますって言って、分からないことを聞く、これは問うですね。学ぶ問う、昔明治時代に福沢諭吉という人が学問のすすめという本を書いて、でこれを読んだ若者たちがそうだ学問しようって言って、みんな一生懸命勉強するようになった。でその学問っていうのは勉強という意味と同じなんですけど、でもどこが違うかっていうと、自ら進んでするっていうこと。学ぶ、問う、これは私が学ぶ、私が問う、これはどうしてなんだろうと疑問に思ったことを自分で学んでいくと、こういうこれは学問っていうんですね。今学問っていうと何かこう大学の先生だけがやってる、なんか難しい、なんか誰も分かんないようなことをみたいな意味に、取られがちなんですけど、本当は小学校1年生も学問してるんです。小学生も中学生もみんな学問してるんです。自分で学ぶ、自分でこの疑問を持ったらそれを学ぶことによってこの疑問を解いていく、そういうなんだろうって思ったらなんだろうって考えてみる、なんだろうと思ったらなんだろうって学んでみると、それを繰り返していくことが学問である。学習っていう言葉もあるんですけど、学問っていう言葉の方がなかなか魅力のある言葉だと思いますね。だから本当の学問っていうのはテストのためのものではない。それから誰かに褒められるためにやるものでもない。でもテストで100点取ると、あ、よかったわねとお母さんが褒めてくれると、それはそれでいいんですよ。100点ならもうそんなのどうでもいいじゃんって言われるよね。それよりはそれは100点取ったら褒めてくれたと、80点でいいです、80点で褒めてくれたと、いや60点でもいいや、60点で褒めてくれた、この前は30点だったけど今度は40点取れたと、それで褒めてくれたらそれは嬉しい。
あるいは前回0点だったけど今回は5点取れたと、それで褒めてくれたらそれで嬉しい。まあお母さんにはこう言ったらいいですよね。5点だった時に、100点満点で5点だった時に、5点しか取れなかったのって言わないでと。あ、5点も取ったのって言ってと。で0点の時にはしょうがないから次頑張ろうねって言ってもらって、まあ、そういうテストでいい点取れるかどうかとか、親に褒めてもらえるかどうかとかっていうのは、これは何のために勉強するのって言った時には、子供にとってはものすごく切実な問題、大事なことなんですけど、でも本当の学問というのはテストでいい点取ったり親に褒められたりするためにあるものではない。じゃあ何だろう。一つはですね、学問っていうのは実はその学問そのものが面白いんです。学問っていうのはつまり勉強のことですけど、勉強は勉強そのものが本当は面白いこと、楽しいこと。皆さんも勉強が楽しいと思ったことはないことはないでしょ。いつも嫌だ嫌だ嫌じゃなくて、この勉強楽しい、面白いと、そういうものが少しはあるはずなんだよね。私が行っている自主夜間中学、さっき言った大人のフリースクール、ここに学びに来ている大人たちはみんなもう勉強することが楽しくて楽しくて楽しくて仕方がない人ばっかりなんです。自分が学びたいことを学びに来ていて、つまり学びたくなかったら来ないんですから、来てる人はみんな勉強することが好きで勉強したくて来てる。だからもうみんなもう生き生きと自分の学びたいことを学んでいる。だから学ぶことがいかに楽しいかっていうことがすごく分かるんですよね。この自主夜間中学に来ているとどんな年齢であっても学ぶことが嬉しい、楽しい、面白い。でこの学ぶことが楽しくて仕方がない人がどんどんと学び続けるとどういうことが起こるかっていうと、ノーベル賞を取ったりするんですよ。ノーベル賞を取った人ってたくさんいます。日本でもね、日本でもノーベル賞を取った人たくさんいますけど、この人たちね、いやいや勉強してたわけじゃなくて、勉強するのが面白くって、もう勉強ばっかりしてて、ちょっと他のことができない人も多いんだけど、学問をずっと続けていって、好きなことでの好きなことをやっている間に、もう誰もできないようなこと、誰も知らなかったようなことを発見してしまって、でノーベル賞がちゃんとよくできましたねって言って、こうでも好きなことやってっただけなんですよって話なんですね、この人たちは。まあそれなりの努力は必要ですよ。だけど好きなことっていうのはどんなに苦労してもあんまり苦労と思えない、辛くないんですよね。好きなことやってる時って一生懸命、もう一生懸命一心不乱っていうか、寝食を忘れてって言葉もありますけど、寝るのも忘れて食べるのも忘れていろんなことやってると夢中になって物事に没入する、そういうことを繰り返していくことによってノーベル賞までいっちゃう。そういうだから勉強するっていうこと、つまり学問するっていうことは本当はものすごく楽しいことなんだけど、学校で勉強しているとですね、全部が全部楽しいと思えないことも多いと思います。もう一つ、その勉強する勉強って何って考えると、楽しくなくても役に立つ、いずれ役に立つ、さっき言った良薬は口に逃がしっていうことがありますけれども、体にいい、心にいい、頭にいい、そういうものを学んでいくと、これは今は分からない、今これでどうなるのって、疑問があるかもしれないけれども、10年後、20年後、30年後、あるいは50年後に、あれ勉強しといてよかったなと思うようなことがある。それは後になってみなきゃ分かんない。だから大人になってから役に立つことっていうのは、今はとにかくそうなのかなと思いながらですね、本当かなと思いながらもですね、今勉強していることって本当に大人になってから役に立つのかなっていう疑問はあると思う。でもその疑問は疑問として抱えつつも、とりあえず勉強してみようと、こ
これはやっぱり必要です。30年後や50年後に必要なことって今わかんないから、今先生やお父さんお母さんがこれを勉強するといいよって言っていることは、まあとりあえず勉強してみるっていう、これは大人になるためにやっぱり必要だと思う。この学ぶこと自体、学問自体が楽しいっていうのは、これ言ってみればね、自分がこう面白いことを探して旅して歩くような、そういう意味で探検旅行みたいなものなんですよね、学問をしていくっていうのは。で、その大人になるために何が必要なのかっていうことを考えながら勉強していくっていうのは、これはどっちかというと、これ自分探しだと、自分はどういう人間になっていこうかなと、その未来の自分を探しながら学んでいく、その未来の自分にとって何が大事なんだろう、今は数学を勉強することが将来にとって必要だろうか、でもひょっとしたら必要かもしれない、必要じゃないかもしれないけど必要になるかもしれない、だったら今勉強しておこう、こういうこの自分の将来に向けて将来を考えながら勉強していく、これは自分を探して旅するようなものですね。こんにちは、弁護士の岡田和也と申します。これまでも子育てをしている母親ですとか、親が中心になって憲法の学習会を何度かしていたり、それ以外にも教育に関する問題ですとか、こう社会問題についていろいろ勉強を重ねている中で、4月から道徳の教科化ということもありますし、今いろいろ学校で起きている問題などにも、みんな興味や関心が非常に強くて、そんな中前川さんが学習についていろんなところでその個人の尊厳というところからお話をしているのを知りまして、個人が、一人一人が幸せに生きていくためには学習っていうことが非常に大事なんだっていう、その個人っていうところからいつも話を進めていたんですね。でそれをたまたま知った人が、いや前川さんの話聞いてみたいっていうことになって、前川さんがいろいろ出されている本ですとか発言しているものなんかを、みんなで勉強していく中で、いつも憲法から話をしているなっていうことに、が分かってきまして、あ、学ぶことと憲法っていうのは本当に密接に関連しているというか、やっぱり憲法っていうのが全ての元にあって学ぶということもあるんだなっていうことで、その辺のお話聞きたいなと思ったんですけれども、やっぱりこれから今まさに勉強している小学生、中学生、高校生、大学生といったそういう若い人中心に一緒に考えたいなっていうところが皆の中の意見を出まして、今回こんな風に企画をしてみました。実際に子どもさんも、前川さんと一緒にこう語り合いながら、質疑応答の形であったと思うんですけど、その辺の工夫はどうだったんでしょうか。やはりその前川喜平さんと学び合う会っていう名前にしまして、今日は前川さんと一緒に考えたいっていうところが非常にもともとポイントとして置いてました。何か偉い人から正しい答えを教えてもらうっていうんじゃなくって、お話をしながら、考えを深めていきたいっていうところがもともとからあったので、しかもそれを、大人が中心に喋ってしまいますと子どもがなかなか参加できないので、子どもと前川さんに話してもらって、その子どもの考えている素朴な疑問の中にやっぱり本当に本質的な問題が含まれていると思いますので、前川さんにはかなりいきなりの振りばっかりで大変だったかと思うんですけど、本当に子どもが自分自身で考えていくその過程を大事にしたいなというふうに思いました。今後どんなふうに
ていこうと思ってるんでしょうか。でも今後もこういうなんかお話をただ一方的に聞くっていうんじゃなくって、参加した人とお互いに考えを深め合っていきながら、まあ、憲法であったりそういろんな問題をなんていうんですか、お互い深め合っていく形の集会というか勉強会って、とてもいいなというふうに思ったので、ぜひ第2弾第3弾と、まあ、有志でやっていけたらいいかなっていうふうに思いました。今後とも岡田さんとしては子どもさんと同じ目線でいろんな問題について考えていきたいと。そうですね、ぜひ第2弾第3弾やりたいなっていうふうに今日は思いました。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、今日長野来た感想どうでしょうか。長野はやっぱり雪が降るんだなと思って。当然降ったんですよね。この前降ってなかったんですけどね。そうですね、この前須坂行った時は、この前は木島平と須坂って行って、すごいそこら中行ってるんですね。うん、木島平は中学校で中学生の前に話したんですよ。じゃあ今日みたいな形式っていうのは初めてではないんですかね。いや、今日みたいな形式、老若男女が揃ってったのは初めてですね。あ、そうですか。そういう意味では、中学生なら中学生だし、はい、その、まあ、大人なら大人なんだけど、今日は